今多分センターでちょっとうまくいかなくて、はい。こう取り返したりとか、はい。そのあたりの話だと思うんだけど、次どうしても解決策が思いつかないなら、その上で、まあ、受験相談とか、まあ、今だったら受験相談全然申し込んでくれば、結構割とすぐに多分、そうですね。割とスムーズに組めいるけとる思後うんなので。で。武田塾チャンネル。やっぱ本当にやっぱ直前期じゃないですか。直前期ですね。センター試験も間近で、はい。ね、一般入試だってもうね、は早いい。ところだったら1ヶ月切っちゃってますよ、もう。本当ですね。もう本当にクリスマスに戻りたい。大して戻ってないね。大して戻ってない。そうですね。直前期のおかげですね、僕が伸びたのは。だからね、まだまだ諦めずに。はい。まあその中でね、もし困ったことあれば相談してもらえればということで、そんな受験生の悩みに答える、この番組は、受受験験相相談談 SOS。青山先生、はい、今回の質問ですか。今回の質問はですね、今から二次試験で挽回したいのですが、何をすればいいでしょうかと。なるほど。質問です。この質問結構いろんな大学でいっぱいいろんな人から来てたんで、まあ、まとめて返そうっていうことでちょっと挽回。そうですね。なんですけど、いや分かんないよね、正直。状況が分かんないんですよ、正直。一人一人違いますからね。まずね、この挽回したいってなった時に、まあ多分センターでちょっとうまくいかなくて、はい、こう取り返したいとか、はい、そのあたりの話だと思うんだけど、はい、まずさ、この状況になった時に何をこう知りたいかっていうと、はい、まずその過去問というか、その実際の入試の情報が欲しいじゃないですか。例えばその何割取んなきゃいけないのっていう。だからまあそれは年度ごとに、この年だと何点必要で、この年の何点必要で、まあ、年ごとにやっぱ変わるから最低順とか平均ですね。はいはい。だからそれはまず基準で、まずじゃあ例えば今から2016年の過去問解きますと。解きます。解きますってなったら、じゃあその過去問が大体何割取んなきゃいけないのっていうのがまずあるじゃないですか。はい。で実際解いてみますよね。はい。まあ例えばトータルで7割必要な入試だとして、じゃあ、英語7割いけるのかな。英語7割っていうのは、数学は6割しか取れないみたいな。じゃあ他の何で稼ぐのみたいな。国語だったら国語で8割いくかな。理科でな、まあ、7割5分両方とも取ってみたいな感じなのかって。もうトータルの点数と配点とで兼ね合わせて、結局トータルで最終的に何点をどれで何点取って、どれで何点取るのかみたいなことを考えた。点数計算のシミュレーションをするってことですよね。じゃないと分かんないじゃないですか。確かに。例えばその二次試験で何百点取らなきゃ、例えば300点とか400点取らなきゃいけないんですよ。取れますかって。いや今何点取れてるのか分かんないけど答えようがないよって話なんですよね。現時点でもう300点取れるの、あ、取れるよ、よかったじゃんって終わる話だし、だこれが200点しか取れてないですみたいな話だとしたら、じゃあその200点がどういう内訳で、全部例えば4科目あったら全部50点なのか、はいはい、例えば80点、60点、で、30点、30点とかなのかみたいな、この割り振りにもよるし、でそこからあと何点稼げそうなの、それぞれみたいなことにもよるしみたいな。なるほど。じゃあこういうチェックポイントがいくつかあるわけですよ。だから、とりあえず一言でまとめて、過去問解けってことなんですよ。あ、もう解くんだ。そう、過去問解いて、目標点をちゃんと決めろと、リアルに取れる点数でね。うん。はい。そのために何すればいいかってもちろん考えなきゃいけないんだけど、はい、要は単純に何点取りたいっていうのは、じゃあどこで何点取ったらその点で到達するのかっていうのを考えないと、到達できないじゃないですか。そうですね。で、取れますかっていうのも、もうやってみないと分かんないわけですよね。結局だから、リアルに計算したらどう考えても50点足りねえよってなるかもしれないし、あ、でもこことこことここが終わればなんとか持ってきるなってなるかもしれないから、それをまずその実際にチェックしてみないと分かんないよね。ために1回は過去問解いて何点足りないっていうのを知ると、はい、でそこに例えばどうしてもこう自分が完璧にしたら取れそうな部分っていうのを埋めてきてたんだけど、なんとしてもやっぱりこう足りないと。足りない。例えばこうあと50点が足りないんですとか、はい、20点足りないんですみたいなことだったら、そこで多分受験相談になると思うんですよ。どこならいけそうなみたいな話になると思うんで、例えばその記述の回答で減点くらいのところを回答減点されないように完成度上げることさえすれば、点数もうちょっといけるんじゃないって話になるかもしれないし、でここはできないと思って捨てるところだけど、でもここ工事参考で対策すればいけるよみたいな話になるだろうし、まあ、本気でやっぱこっちから相談しても、いやこれ厳しいなってことになるかもしれないけど、でもまあ可能性を今よりも上げることはできるかなっていうふうに思うんですよ。なるほど。だからもうね、1人も2人も過去問を解くと、で実力を把握する、
でこっから点数上げられるマックスを考える、うん、それが合格点に対して届いているかどうかを考える、うん、まあ、てか比較するだね、うん、で足りてんならじゃあそれを取るために勉強するし、足りてないならとりあえずそこトレーニングした上で残り何やるかを考えるっていう、ね、そうですね。それでこう何やるか参考書とか、まあ、問題集が決まってくるってところですよね、だからそういう情報収集をですね、まず全力でしてくださいと。情報さえ持ってきてくれれば僕らの方から細かいアドバイスができますよというところですかね、なので質問に来ている方の多くがですね、何点取りたいんですけどとか、今から何すればいいですかみたいなところが結構多かったんで、まあ、まずこういうことをやってくださいと。そうですね、はい、そういうふうな分析をした上でやるべきことをやっていけば、1日ごとに成績を上げられるというところですよね、はいはい、で今回の質問は以上です、はい、武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。